フォーデン。ポルトガルはここまでポゼッションを見ると相手を上回っているんですが、まだ決定的と言えるチャンスは作れていません。まあ持たされてるって言ってもいいかもしれませんね。やはり決定的なシーンを作れないということはフィニッシュまで。フォーデン来た、先制ポルトガル。セルビア相手に先制。出てくるあたりは見事でしたね。こちらの一戦をお楽しみいただきます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。このゲームの解説はまずいかと思います。抜けてくる、シュート、フォーデン、シュートだ。カルバハルからムバッペ、さあミュラー、ミュラーからフォーデン、さあフリーだ、シュート、決まった、先制。ぜひ発揮してほしいですよね。はい、さあこのゲームではどんなプレーを見せてくれるのでしょうか。期待しましょう。デブライネ来た、先制、ウェールズ。デブライネフェイントを入れて、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。スペースを使う、さあチャンス、シュート、押し込んでくる、さあ先制、クロアチア。ようやく均衡を破りますクロアチア。キーパーの弾いたボール、うまく詰めました。これはキーパーのファンブルを狙ってましたよね。ペリシッチ上がっていく、左サイド、フェイントを見せます。ここは抜かせません。カルバハル、フォーデン来ましたよ、抜けてくる、一旦前を取る、シュート、これはキーパー取りたい、取った。いやー今のは北澤さん、キーパー素晴らしかったですね。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。危ない場面でしたが、になります。デンマーク、ボールが収まる、おっと、シュート、さらにいった、キーパー止めた。ここで丁寧にボールを扱うカルバハルへ、このパスを防ぎます。ボールがつながる、ここかわす、勝負か、さあフォーデン、シュート、決まった、先制、デンマーク。
この時間帯で均衡が破れました。いやー決まりましたね。さあさあさあ、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。奪ってからシュートまでの展開です。オーストラリア、ここで選手を代えるようです。もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどね。そうでね。三浦、このまま行くと明日の朝刊に嫌な一面が載ってしまいシュート、決まった、追いついたアルゼンチン。このままじゃ終わらない意地の一発。ディフェンスに寄せられましたが見事なゴール。厳しく寄せられながらも手をついて打てる強さがこのゴールに繋がりますよね。